皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、本日のテーマは映画です。ご紹介する中身はですね、映画のサントラ特集ということで、本日まあ第2回目なんですが、レコードなんですけども、LP 版、ね、ではなくて7インチのシングル版、ドーナツ版、EP 版と言われる小さい方のレコードですけども、そちらのレコードもね、まあ、今映画好きなんでずっと集めているもの、もしくは父から引き継いだものがいろいろあるんですけども、それをどんどんご紹介していこうと。まあ、今回は、行っているのは、まあ、ラインナップ紹介的な感じです。細かい解説等は、一枚一枚のというのはまた別動画でね、今後していこうと思うんですけど、とりあえず、まあ、こんな感じで持ってますっていうのを、ざーっとご紹介しようかなというところで、コメントまたいただけたら嬉しいです。はい。ですね、まあ、第1回が、一応、どのぐらいの時間、だいたいね、まあ、10分ぐらいで紹介ぐらいに1本してます。なので、こちらも、が第1回でした。なので、その続きからいきたいと思います。まあ、これがまた、第2回分ぐらいかなということですね。第2回ということで行ってみたいと思います。中身はですね、まあ、私が古い映画も好きですので、50年代、60年代、50、60、70、80年代ぐらいまでレコードもあるかなと思います。そして、洋画邦画問いません。そして、カバーもね、あります。という感じなんで。まあ、懐かしい映画もあれば、そんなものあったのというものもあれば、いろいろだと思いますけどね。見ていただければと思います。では、行きたいと思います。まず、こちら。ダンと。はい、サウンドミュージックより、ということで、一曲。まあ、サウンドミュージックですね。それから、メリーポピンズのチムチムチェリー。これはもうカバーレコードですね。はい。うん、なかなか珍しいシーンを切り取ってますけどね。はい、どんどんいきますね。はい、こちら、カサンドラクロスという作品ですね。非常に怖い作品でしたけども、音楽はものすごく綺麗な曲です。はい、ジェリー・ゴールドスミスさんね、大好きな作曲家ですね。ロシアハウスという好きな映画がありますけどね。はい、そして、こちら、ビング・クロスビー、ホワイト・クリスマスで有名なあの方ですね、が歌われた荒野の決闘の主題歌、愛しのクレメンタインですね。はい、それから、はい、あの尾崎清彦さんですね、はい、がカバーされたゴッドファーザー、愛のテーマですね。はい、非常にパワフルです。そしてこちら、エアポートシリーズ第1作となってます、大空港ですね。はい、バート・ランカスター、ディーン・マーチン、ジン・セバーグ、ジャクリン・ビセット、ジョージ・ケネディってな感じでね、本当にもうオールスター映画の走りですね。はい、それからコニー・フランシスさんね、の黄色いロールスロイスですね。黄色いロールスロイスという作品は、アラン・ドロン、レックス・ハリスン、イングリッド・バーグマン、オマー・シャリフで、まあ、本当にこうハッピーな映画です、という意味ではね。そして、アラン・ドロン特集ということで、太陽は一人ぼっち、生きる喜び、若者のすべて、太陽がいっぱいですね。渋いですね。はい、それから同じくアラン・ドロンよりということで、太陽がいっぱい、あ、そうか、死ぬほど愛してというのはね、確か刑事だったかな、刑事だったんじゃないかな、そうですね、刑事ですね。あの方はピエトロ・ジェルミか、そうですね。そしてもうこちらがまたアラン・ドロンさんなんですが、これはちょっと珍しいもので、それだけお見せしましょうか。これはね、あの非売品のレコードなんですよ。こういうね、これレコードの溝がちゃんと切ってあるんですけど、裏表で、ロードショーという雑誌の創刊1周年記念版ということでね、あのどこでどう配布されたものかね、もうちょっとよく分かってないんですけどね、こういうものがあります。はい、といっても、なんせフランス語なんでね、なんとおっしゃってるかはさっぱりわかんないんですけど、まあおそらく当時のその1周年記念のロードショーに、役が載ってたんだろうなと思うんですけど、あ、傾きましたね。こういうコテッと倒れましたけど、まあこういったところもね、私のチャンネルはもう編集なし、台本なしの一発収録ですので、すべて見ていただいております。はい、そして、戦争映画の、まあ、もう巨編ですね。遠すぎた橋。主演という人はもう山ほどいるんですけどね。はい、
そして、邦画よりということで、加山雄三さんね、まあ、歌関係では優待されたんですかね、コンサートというところではね。ですけども、君といつまでも、エレキの若大将より2曲ということですね。はい。このエレキの若大将の同時上映が、ゴジラの怪獣大戦争ですからね。そして、前回もありましたけどもね、太陽は一人ぼっちですね。はい。何枚かね、持ってるものもあります。それから、こちら、ダンディ少佐ですね。はい、チャールトン・ヘストン、リチャード・ハリス共演。ちなみに、ジェームズ・コバーン、ジム・ハットンも出てますね。はい、そして、クリント・イーストウッド、テリー・サバラス、そして、ドナルド・サザーランド共演の、戦略大作戦ですね。はい。ここにイーストウッドが映ってますね。1970年の映画ですね。そして、シェルブールの雨傘の、これはカバーですね。はい。全編、歌なんですね。歌いながらそれがセリフになってるっていうね。そして、ロッド・テイラー主演の殺しのエージェントですね。主題歌歌ってるのがシャーリー・バッシーということで、あの007シリーズのゴールド・フィンガー、ダイヤモンドは永遠に、ムーン・レイカーを歌っているあの方が、この別のスパイものも歌ってるということですね。はい。それからこちら、これ一瞬何か分かんないと思いますけど、原優子さんね、ブスの主題歌、ブスっていうのはあの富田靖子さんのね作品ですね。はい。それからこちら、荒野の決闘ですね。ヘンリー・ホンダ、ビクター・マチュアですね。はい。それからこちら、さよならチャーリーという、映画ですねの歌になりますね。はい。それからこちら、ジュリアーノ・ジェンマ主演の南から北用心棒ですね。アリゾナコルトっていうね、すごくこう爽快な音楽ですね。はい、好きな作品です。そして私の大好きな俳優さんですね、マイケル・ケイン主演の、これはパーマーの危機脱出という作品ですけども、シリーズでいうと第2作目ですね。1作目が国際情報局、2作目が、パーマーの危機脱出、3作目が10億ドルの頭脳ですね。はい。そして、アラン・ドロン、太陽がいっぱい、そして撃墜王アフリカの星のカップリングですね。はい。それからこちら、ナイル殺人事件ですね。あの9番ですね、今のあの、ケネス・ブラナーさんではなくて70年代に作られた作品の主題曲かな。そしてこれも大好きな映画ですね、ダーティーダンシングよりということですね。はい、パトリック・スウェイジー、ジェニファー・グレイ共演、すごく素敵な映画ですね。そして、夏柳勲さんでしたよね、白昼の刺客ですね。はい、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。よし、こんなかな。はい。そして、こちら、ちょっとカメラ歪んでますか、持ち直しますね。はい。ミッドウェイですね、チャールトン・ヘストン、ヘンリー・ホンダ、まあ、オールスター出演ですね。そして、マイケル・パレー、マイケル・パレー、それから、ダイアン・レイン、ルドカ・ハワーじゃなくて、名前が飛びましたけども、はい。ストリート・オブ・ファイヤーですね。はい。そして、こちら、ゴッドファーザー愛のテーマよりサントラですね。はい。それから、ジャン・ポール・ベルモント主演の、ある晴れた朝突然に。共演は、ジュラルディン・チャップリンというですね、チャップリンの娘さんが共演ですね。はい。これ、ちょっとね、珍しいジャケットなんでね、またご紹介しようかなと思います。ウエストサイド物語より、2曲ですね。リチャード・ベイマー、ナタリー・ウッドが、それも歌ってると。それからこちら、これもカップリングですね、アランドロン主演、アランドロン、アン・マーグレットかな、主演、共演の泥棒を結成、そしてチャールトン・ヘストン主演のダンディ少佐、それから、OK 牧場の決闘、縛り首の木、こちらは、まあ、お写真にある通り、バート・ランカスター、カーク・ダグラス主演、そして、縛り首の木は、ゲイリー・クーパーだったと思います。はい。そして、これはデビュー作になるのかな?ダイアン・レインがね、まだ幼い頃に出た作品、リトル・ロマンスですね。はい。それから、は有名ですね。レイ・パーカー・ジュニアのゴースト・バスターズ。はい。
そしてこれは本当に悲しい映画ですね、グレゴリーペック、エヴァ・ガードナー共演の渚にてですね。曲はね、本当にこう楽しげなね、なんとかマチルダなんですけど、はい、大好きですあれ。そして、シェルブルの雨傘ですね。はい。それからチャールトン・ヘストン、デビッド・ニーブン、エヴァ・ガードナー共演の北京の55日、はい、義和団事件の映画化ですね。そして邦画、石原裕次郎さんの銀座の恋の物語、嵐を呼ぶ男、俺は待ってるぜ、錆びたナイフ、それぞれの曲と、あ、歌ですね。そして、こちら、これはまたジャズファンの方はどうですか、危険な関係ですね、よりということで、アートブレイキー、あとジャズメッセンジャーズですね。そして、栄光の座、アレック・ギネス、ローレンス・オリビエ、ジョン・ギール・ガッド、あとはパッと分かるのはデビッド・ジャンセンですね。はい。そして、こちら、はい、こちらがトニー・カーチス、ナタリー・ウッド、ジャック・レモン共演のグレート・レースですね。ブレイク・エドワーズ監督ですね。あのピンク・パンサーの方ですね。はい。そして、こちらバラキですね。チャールズ・ブロンソン主演。はい。ということで最後に一枚しましょうかね。ちょっと時間がすいません。はい。こちら映画化ね、再映画化もされましたけども、ジャンポール・ベルモント主演のダンケルク。共演は確かカトリン・スパークだったかなと思いますけどもね。はい。ということでいかがでしたでしょうか。はい。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。まあご存知のね、映画とかね、どうでしたかね。まあ本当にね、もう私はもう大好きでね、こういうの集めてるんですけどもね、まあなかなかね、もう40年前、50年前、60年前のものになってくると、もうあることだけがね、もう存在するというか、もうちょっと傷んでても、もう会ってくれてるだけで幸せみたいな、そんなものもあったりするんですけどね。まあ父のものも含めて大切にしたいなと思ってる状態です。はい。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。はい。あと、ショート動画ですね。映画のチラシ、パンフレット、そしてまあこういったレコード、それから特撮のフィギュア、ソフビ、ミニソフビ、指人形、カード等をご紹介しております。どちらもよろしければご覧になってください。あとね、投稿は毎日行っております。台本なし、編集なしの一発収録ということですので、ちょっと見苦しい点もあるやもしれませんけどもね、まあ、ライブ感を楽しんでいただけたらと思っております。はい。それではよろしければチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。